エトルリア王国。カルロルドビーコとその母、マリー・アルイーザ、エアール・デナジュー・リラ・カルロルドビーコ・ディ・ボルボーネは、カルロ二世、ルイージ・ディ・パルマともいい、エトルリア王、ルッカ公、パルマ・ピアチェンツァ公である。カルロの祖父フェルナンドは1765年から1802年まで、パルマ公であった。フェルナンドがナポレオン・ボナパルトに、パルマ皇国を譲渡したとき、その息子ルドビーコ、 つまり、カルロル・ドビーコの父はナポレオンがトスカーナ大公国に変えて新たに建てたエトルリア王国の王となった。カルロル・ドビーコは1803年にスペイン王カルロス4世の娘である母、マリアル・ルイーザの摂政の下で父の王位を継いだ。しかし、1807年にナポレオンの軍隊によって捕らえられ、エトルリアから北ル・シタニアの王位に変更を約束された。 ナポレオン失墜後の1815年、ブルボンパルマ家はパルマ公国を回復できず、パルマはナポレオンの皇后だったマリー・アルイージャに与えられた。母のマリー・アルイージャはわずかにルッカ公国を確保するにとどまった。1824年に彼女が死去するとカルロルド・ビーコはルッカ公に即位した。彼は公国に経済政策を導入、教育を推進した。 また、母が彼の周りに置いた聖職者たちの頑固さへの反動として、彼は1832年にプロテスタントに改修した。自由主義の傾向も示し、1831年にはモデナ公国の政治犯を庇護し、カルボナリの一員と噂された。しかし1842年にはカトリックに再改修、イギリス出身のトマス・ウォードを徴用した。やがて、カルドル・ドビーコは、 自由主義を完全に捨てて、1847年に、ローマ教皇ピウス旧制の改革への反対を、公にした。ルッカ国民は、ウィーン条約で保障された1805年憲法の復活、そして国民衛兵の設立を要求し、ウォードもそれに従うよう進言したが、カルロル・ドビー子はいかなる情報にも拒否した。その数週間後には、モデナへ出国。 ルッカ公国をトスカーナ大公国に売却した。1847年にパルマ女皇マリアルイーザが死去するとカルロルドビーコはフィレンツェ条約に基づきパルマ公を継承、カルロ二世として即位した。彼がパルマを統治したのは短期間だけであり、その間のパルマは財政が破綻しており、税金が増え、政情不安に見舞われた。それを見たカルロ二世は、 オーストリアと公主同盟を締結した。翌年2848年革命が勃発すると3月19日に首都で暴動が起きた。カルロ2世は最初はオーストリアとの同盟を破棄して憲法制定を保障したが突如心変わりして4月に退位した。臨時政府が成立したパールマでは国民投票によりサルデーニャ王国との合法が決定されたが、 1848年8月にサルデーニャ王カルロ・アルベルトが第一次イタリア独立戦争に敗れてオーストリアと停戦。オーストリアのゲオルク・フォン・トゥルン・ウント・ファルサッシナ将軍はパルマ公国を占領した。カルロ2世はバイシュトロップから直令を発して臨時政府の決定を無効とした。1849年にサルデーニャ軍が再び オーストリアを攻撃すると、オーストリア軍は、パルマから撤退したが、4月に、コンスタンティン・ガスプレ将軍に再占領された。カルロ2世は1849年5月に退位を、確認、非、マリーア・テレーザ・ディ・サボイアとの間の息子カルロ3世が、行位を継いだ。退位後、カルロ・ルドビー号は、フランスに移り、ビッテア・フランカ伯爵と名乗って、余生を送り、 1883年にニーズで没した。1820年、マリーア・テレーザ・ディ・サボヤと結婚した。二人は一男一女を設けた。ありがとうございます。